福派15型は、かつて、日本国有鉄道及びその前身である、鉄道省等に在籍した、木造直流用電車である。本形式は、1928年10月1日に、施行された、車両を称号規定改正によって制定されたもので、木星制御付随車に対し付与されたものである。付随車がその車体幅によって、左波6系、左波19系、 左派25系、左派26型と明確に区分されたのに対し、制御者である、ク派15型には、中幅車、広幅車が混在している。称号規定改正前の休憩式は、前者が、中幅車である、ク派23,500系であったが、改正後の増備車には、広幅の左派26型が、種ネ車となっている。 1928年の称号規定改正時には24両が本形式となったが、称号規定改正後の1929年春までに25両が追加されている。本形式は制御付随者であったが、改造落成時は屋根状にパンタグラフを装備していた。しかし、実際にはほとんど使用されることはなく、間もなく撤去された。また、 強幅の付随者が、制御電圧の際により、左派6型と左派19型に区分されたにもかかわらず、制御電圧100ボルトの区派15型に対して、研究者の間では、制御電圧600ボルトの区派5系の存在がしばしば囁かれており、長年にわたって車歴母の作成に支障を生じる状況が続いていた。これには、 1928年の称号、規定改正時に、形式語を称する形式が決番となっていたということもある。国電研究の第一人者である、沢柳健一が1997年に、決定版、旧型国電車両台帳を発刊した際にも、これが原因で1928年以降の状況のみの収録とせねばならなかったほどである。この問題については、 2006年に発刊された旧型国電車両大調印電編でようやく解明がなされた。当時の趣味者にクハ5型を実験した者がいないこと、クハ15型が制御電圧600ボルトのモハ1型と根結されていた記録が残っている等の状況証拠から理由は不明であるが制御電圧600ボルト車をクハ5型とする計画は 実施段階になって破棄され、両者は制御電圧の際にかかわらず、区波15型に統合されたものと判明した。これによって、日本の国有鉄道の休憩電車に関して、最大の謎となっていた、区波5系問題は、ようやく解決を見たのである。本形式への改造は、1928年の車両を称号規定改正をまたいで行われた。 改正以前に行われたものは、中幅車体で、長車体上高路型の左派33700系、出派23450系、短車体小高路型の左派23600系、長車体出入口客室直結型電動車の出派23500型で、すべて区派23500型に編入された。規定改正後は、 広幅車体型の左派26型に対して行われた。1935年から1942年に、かけ、8両が、私鉄の国有化によって生じた、地方電化路線向けに、河川電圧600ボルト用に改造された。この改造に関する詳細は、国鉄区波6系電車を参照されたい。1934年から実施された木製車の、 後退化改造では、本形式も1936年から1941年にかけて、広幅車18両が対象となり、区波65型となった。その状況は次の通りである。1944年、太平洋戦争の激化による通勤輸送の確保のため、本形式の内後退化の対象から外されていた、中幅木製車の資材を、 採用して、4扉20メートル級車体の区派79型が、製作された。この改造の対象となったのは、5両で、それぞれ7万9009、7万9002、7万9004、7万9005、7万90012となった。クエ9110系救援車、国鉄大船工場にて1978年2月2日、1953年6月1日に、 実施された、車両形式称号規定改正事点では、すでに営業用に供されているものはなく、3両が、救援車、1両が食用車として使用されているのみで、あった。前車は、クエ9110型に解消され、それぞれクエ9111、9110、9112、2、後車は、クエ9000型に解消された。このうち、区へ九千百十 9112については、首都圏の電車区で1970年代後半まで使用され、木造国電の長尾を飾った。クエ 9110K のクエ9112は1977年7月に廃車された。このクエ9112の廃車により、国鉄から木造電車が消滅した。ありがとうございます。